レゴランドビルンビルンはデンマークの南デンマーク地域のビルン基礎自治体の町。2017年の人口は6277人。レゴ本社とレゴランドビルンが立地する企業城下町である。国内第2位のビルン空港もある。郊外にはレゴの工場があり、2005年には同社製品の90%を製造したサンエア航空の本社もある。 子供連れの家族が地域平均より多く全世帯の27.3%に上る。1454年ビルントとして記録に初登場した。1510年ビルントに改名された。1880年バイレとバーデを結ぶ道にビルン初の風車が建てられた。1895年風車が焼け落ちた。百九十七年風車が オランダ様式で再建された。バイレからビルンまで鉄道が伸びた。1914年、グリーンステッドまで鉄道が伸びた。1916年、後にレゴを創設するオーレキ役クリスチャンセンがビルンの家具会社を買収した。1930年、クリスチャンセンは鉄板や踏み台、玩具を作り始めた。1932年、玩具製作を本格的に始めた。 1934年、玩具工場をレゴと名付けた。1930年代後半、事業に成功したクリスチャンセンは、水道や体育館、町役場を建設した。1942年、第二次世界大戦でナチスドイツに征服され、レゴ工場は破壊された。しかし、新工場が直ちに作られた。1946年、 グリーンステッドからレゴ工場に鉄道が伸びた。1949年、プラスチック版のレゴが初めて発売された。1950年代、鉄道が廃止され、ビルンに不況が訪れた。ビルン住宅公団が設立され、安価な住宅が供給された。1959年、レゴは町の北に大きな公園を建設した。1962年、 レゴの私的空港として、ビルン空港が建設された。後に運営を切り離し、一般空港に変化した。1968年、レゴランドビルンが開園し、ビルンの景気が改善した。2009年、ラランディアが開園した。ありがとうございます。